長の高野です。今日は7月期の月例の記者会見ということで、今エアギ工課長からのお話のようにですね、今回合同の記者会見というような形で、させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。戦後池袋闇市から自由文化都市へというような、テーマであります。戦後も早いもので70年の節目を迎えて、池袋の闇市をテーマとする、このような文化プロジェクトをですね、今お話のように立教大学、そして東京芸術劇場とタッグを組んでの、開催であります。非常に画期的なことではないかと思っているわけであります。戦後70年が経過をいたしまして、当時の、記憶は薄れつつある中で、各地でもさまざまな記念行事が開催をされていることと思いますけど、これまでともするとマイナスのイメージでありました、あまり語られてないというか、語らないというような形の中で、闇市というような形にですね、もう70年経っての一つの歴史の中で、これに光を当てて、その時代のまさに記憶、そして次の時代へ伝えていくということは非常に大事なことではないかなと思っております。池袋の闇市は、都内でも最後まで残っておりまして、ダイヤの暗いとか、怖いとかじゃないというような、そういうその、マイナスイメージを、長く引きずってき、たこともありますけど、それは事実でありますけど、そうしたマイナス面の側面のみでは闇市というのは存在を十分に、語りきれてないのではないか、ずっと私はそのように思い続けてきたわけであります。私自身が池袋の西口で、生まれ育ち、生活をしているわけでありますが、ちょうど私の、まさに青春時代といいますか、若い時の、池袋西口、この闇市とは直接私自身は闇市の中にいたわけではありませんけど、すぐそばにおりましたので、闇市は怖いとかそういうような印象は全くありませんで、誰もが生きることを必死で、食べるためには何でも、売ったり買ったりというような形で、まあ、今のフリーマーケットとは違いますけど、それと同じような形の中でですね、本当にあのこの闇市にはもうものすごいエネルギーがあった、まあ、そんな思いもしているわけであります。当時闇市というのは復興マーケットというように呼ばれておりましたけど、まさに焼け野原からの復興を遂げて、池袋が都内有数の繁華街に発展する、まさにこのエネルギーが、私はこの、原点がまさに闇市であり、闇市がなければですね、私は今日の、池袋の発展はなかったのではないかと思っております。池袋に関わるこう全ての人たちのこう記憶というのがですね、こう集められるということがすごく大切なのではないか、一度こうもう一度こう集めて形にするという作業が、それ自体とても大切だろうというふうに思います。今回まだあのいろんな資料が集まってきて、結構あの今まで見られなかったようなあのことも出てくると思いますし、あの、展示の最中にもちょっとあの闇市を知っている方のお話っていうのをずっと毎回聞けるようなあの仕掛けもしておりますので、ぜひあの見に来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。今現代で一番問題なのはやっぱり無関心だろうと思うんですよね。街でもみんなが無関心になって、酔っ払ってでもですね、これ誰もこうおい、あまり飲むなよとかね、それから早く帰ったらどうだいとかね、いう声掛けが、まあ、僕もなかなかそれはできないし、というところが長年教員なんかやってて、一番大きな問題だと思うんですね。それがやっぱりそのある、あの戦争が終わった時代の闇市の中に、一番あったのが、その人へあったかさっていうか、もう飲み屋の親父が、もう飲むな、早く帰れって言ったような、そういうことをですね、もう一回こういうところで思い起こすのは、僕はやっぱり一番伝えたいのは、まあ、長年教師やってきてますから、子供らにね、闇市は怖かったぞってなって、闇市にあったものを何だったろうっていう優しさをね、こうぬくもりみたいなものをね、伝えていけたらと、それはやっぱり大事なことなんじゃないかな、非常に私は教育的だと思ってるんですけど。
そうというふうに思って。